ワンピースビー。ワンピーで、はい。Please select your character. さあ、1P がメロクンバング、2P がフランドールノエル。愛と正義の使徒。The Wheel of Fate is turning.レボン1アクション。さあまずは開幕バックで距離を離して、さあバングは空中から飛び落としていく。さあ空対空取ってマザーノエルが先制していく。さあバングは逃げて逃げて、さあノエルが差し込んで、さあふかした時、さあバング裏側から出て、ここでバスト。さあまたしてもノエルが空対空。さあ弾幕を張る。さあコツコツダメージを取っていくノエル。さあここでバング差し込んで、さあまずは火を張った。さあここでカウンター。さあ今度はバンが上から下からと。さあ最後はパナしてノエルが1本。さあ2本目。さあお互い空中を飛び回って空対空を引っ掛けていく。さあ裏から投げて火山が揃った。さあ機動力の高いお二人、さあどちらがお互い裏をかくか。さあノエルが触ったところにバンがコパンで差し返す。さあ火で打ち上げて、さあここでノエルもバスト。さあ拾っていく。さあここで放して、さあ崩れてしまった。さあガンダッシュ、ここバスト。さあ当てて、さあ画面足届かない。さあ差し込まれてしまった。ちょっと今の福井が残る。さあグランドールノエル勝利おめでとうございます。もう諦めてください。ノエル続きまして、ミンアズライル祭りレリウス。バングさん、ミンさん、ミンさん、ミンアズライルさん、ミンさんじゃないのかな？かな？まつりさん、まつりさん、あ、はい。ミンさん、ミンさんいませんか？ミンさん、あ、ミンさん、はい。あ、ミンアズライルさんでいいですか？はい、じゃあじゃんけんお願いします。ワンピース 2P 選べます。こっち、こっち 2P。さあ、1P 側ミンアズアイル、2P 側祭りレディウス。Please select your character. さあ、視聴者数が80名になりました。さあ、ブレイブルーをよく知らない僕でも、アズラエルが強そうっていうのはなんとなく知ってます。さあ、ワンピガーミンアズラエル、ツーピガーマツリレリウス。力を持つ。The Wheel of Fate is turning.さあ、どう強いのかよく知らないんでね、ぜひ見せていただきたいものを。さあ、アズラエル、
一気に画面端押し込んで、あいつなんだ、これは痛い、さあ投げて、さあここでバースト、さあ裏回って早い、さあ投げて、これは決まったでしょ、まずはミンアザイル、おいおい、レボン2アクション、ここ高いぞ、さあレリウス、さあ奥さん飛ばして、さあアズアエルが商談で突っ込んできたところを吹っ飛ばしていく、さあ早い早いアズアエル動き、さあタンデムで割っていく、さあキンバー、さあどんどん割っていく、さあこのライフリード、さあ中段、さあこう差し込んだレリウスちょっともったいない、さあ打ち上げて画面足アザエルが押してくるか、さあこれはガーキャンかな、さあ最後は上から押し潰す、これで終わり、祭りレリウス取り返す、さあ上から降りてきて、さあ吹っ飛んできた、さあ2ミリちゃんと対空して、さあここでドライブ、さあ反対して、さあ画面逆回り、しかし拾いナス、さあ受け身を買って、さあ一気に画面足、なんか今僕初めて見たんですよ、なんかね、あれああいうもんなんですか、ああいうもんなんですか、あそうですね、なんかプロレスの試合みたいな感じだったんですけど、さあミンアズアエル勝利おめでとうございます。はい、続きましてザラブ星人バルケン福島の記念参加神谷、はい、ザラブ星人さん、はい、ここです、 1P2P です、 1P で、はい、 1P が福島の記念参加勢神谷プラチナ、 2P がザラブ星人バルケン、 Please select your character、 Valkenhayn R. Helsing、僕は見たことはありません。Platinum the Trinity。さあ、ワンピー側は福島の原産化バルケン、ツー、あ、バルケンじゃない、プラチナ、ツーピー側はザラブ星人バルケン。さあ、バトバして、これはウルフで回避、さあ、突っ込んでくる、まるでガノン。さあ対空して飛ばしていく、さあガンダッシュでラインを上げて、さあよくわからないなら自分の強さを押し付けた方がいい、さあアイテム飛ばして、さあカウンター、まるでクマのバットのよう、さあどんどん固めていく、さあここで金バス逃げて、さあ輪の隙に突っ込んできた、さあバルケン拾っていく、すげえまんまヴァンパイアで見たわこれみたいな感じですね、さあしかしまだプラチナのライフリード、さあ差し込んでいきたいところ、さあここでフェイタル、最速バーストで回避、さあバルケン粘る、さあ泡が当たってしまって、さあパナしていく、さあ乗り込んだ、まずはザラブス星人バルケンが1本、さあ耐え切りましたね、さあまずは開幕吹っ飛んでいく、さあ隙がないなこの突進は、さあ拾ってく、
さあカウンターしてから、さあこの突進力、さすが肉食系。さあこう渡しても画面足押し込んで一気に逃がさない。さあ先ほどとは打って変わってマルケンが一気に押していく。さあここの飛び道具の隙から差し込んで、さああの突進力牽制も怖い。さあここでプラチナが差し込んで、さあ画面足押し返す。さあここでバスト、さあ突っ込んできた。さあラブ星人バルケン勝利、おめでとうございます。はい、続きまして、ノノノラグナ、カナヤラグナ。はい、じゃんけんです。あなた様でありましたか。ワンピー、ツーピー。ですが、その。さあ、ワンピーがノノノラグナ、ツーピーがは、カナヤラグナ。この次の試合、デジルさんとゴールドさんになりますんで、よろしくお願いします。Please select your character. Ragnar the Blood Edge. さあ、ラグナ同士。Ragnar the Blood Edge.The Wheel of Fate is turning. Rebel One, Action. さあオレンジの髪の方がノノノラグナ、白髪銀髪の方がカナヤラグナ。さあ勝利で割り込む。さあ透かした隙に差し込んでいく。さあ画面足、突撃が届かない。さあお互い技が微妙に届いてない。ま、間合いがね同じキャラだから分かるよね。さあここでノノラグナがやっと立ち返す。さあ投げて、さあ拾われて、まずはカナヤラグナが一本。まだ終わりじゃねえぞ。レボン2アクション。さあ2本目空対空で取っていく。さあ昇竜すかしたところカウンター指導。さあガンダ仕上げ、ここは投げ抜け、しっかり。さあ今度の空対空は野々村側が取ったから追撃で、さあここでジャンピから行ってバーストして一気に抜けていく。さあコンボカウンター。さあタイミングが噛み合ってるのか、どれもカウンターしていく。さあドライブして抜けたが、さあここは投げて、カナヤラグナ勝利、おめでとうございます。はい、これで0回戦ですね、大体終わって。はい、続きましてデジルジン VS ゴールドジン。ゴールドさん、ゴールドさん、はい、じゃあここです。ワンピー、ツーピー、ワンピーで、はい、ワンピーがデジル人、ツーピーがゴールド人。次の試合は、次の試合はですね、社長さんと杉さんです。ジン・キサラギ、次社長さん、ジン・キサラギ。ポーコーポーコーポーコーポー。さあ白髪の方がデジル人、ツーピーが金髪が名前の通りゴールド人。
さあお互い遠くからも牽制ができる。さあ切って、さあガンダッシュでラインを上げる。さあこのクイックエスケープとかはないらしいんでね、このラインの上げ方だってのは非常に重要なはず。さあデジルジン差し込んでコンボが途中で止まる。さあしゃがんでるところに引っかかって、さあ拾っていく。さあカウンターに投げて、さあここでバスト。さあ飛び道具が搭載。さあジャンビーかな。さあここで飛ばして、さあクナゲうまい。さあ凍らせて追記していく。さあ投げ返されて、まずはゴールドジンが1本。さあ2本目。さあお互いに牽制をかます。さあこの隙に差し込むゴールドジン。さあコンボしっかり3300。さあ中段から投げて、さあ差し込んだ。さあ固まって、さあ空対空中1個にかかったかな。さあ拾い直してここでバスト。最後はめくりゴールド陣勝利、おめでとうございます。続きまして社長レイチェル杉バレット